月16日から開催中の五日祭りのおすすめカード作間増産を紹介。今回のルールは工場力アップ、戦闘に知力ダメージ付与、三国志の舞台の復活現象、四季四で長時間味方の知力を上げて敵の知力を下げられる天才亡霊が輝ける、四季四で緑の味方武力足す1、知力足す4726カウント、知力依存も1と高め、さらに自身の射撃が命中した場合一発ごとに知力依存を5カウントの間付与、これによって大きな知力差が生まれて知力ダメージで敵を倒すことが可能。捕まえた、潮時か。違うんだ、攻めよ。失敗したな。いまいちだ。私がお前を王にする。進め流派。今回のルールにおいては知力流派は溜まったら即使用で良いと思う。戦闘にも計略にも影響する最強の流派。流派発動。一の型。父上。嘘つき。目は覚まさぬと誓った。進め。振られて。見切った。進め。参ります。寝返ってみようか。でもつながってゆきます。いや、俺が国家の財産、天才の策よ。失敗したな。攻めよ。違うんだ。進めろ。私は攻めよ。徳川の誇りを見せつけよ。進め。潮時か。前期解放。いまいち。いや。流派発動。二の型。人を信じれば痛い目を見る。違うんだ。ブレイブラー。失敗したな。せられて。進め。せられて。父上。目は覚まさぬと誓った。参ります。
ドリームレイやめて。違うんだ、私は俺が国家の財産、天才の策よ。ここは行く先も観点を使わない、相手視点だと存在しない金亀観点を付与するために小遥かの士気を温存しなければいけない状態。この有利状況を保持するために金亀じゃないことを見せないよう戦機はまだ温存。一人だけだ、行くぜ。進め。失敗したな。流派発動。三の肩もう動けなくなっちゃった。人を信じれば痛い目を見る。違うんだ、私は遊んであげるよ。進め。目は覚まさぬと聞かれよ。父上、鑑定はやりませんの。今回はもう1試合やるよ。この国を守らねば。報復したければどうなる。恩人に渡す思考は読めまい。これでいい。ドリームロー。研さんに終わりはない。せられて。捕まえた。これが私の評価。せられて。ドリームロー。それでこそよ。どうした、私を止めねば劉備軍が城を貫くぞ。西洋に学ばぬ者などこの程度だ。流派発動。一の肩使命を果たしてみせる。父上。ドリームロー。流派発動。一の肩嘘つき。この国の宝を。進め。進め。参ります。せられて。天気解放。脅威をもって天下を滑る。寝返ってみようか。我が部には誰も至らぬ。他
ここで車輪でなかったのは相当大きいやらかし、一旦落城しないことを心がけた隊の守りでしのぎたい。大義なくば力もが消えて通る。かけ、宇宙に手振りは二つなし。戦火解放。身の肩これが国家の財産、天才の策よ。天才防衛は知力依存の高く知力を上げてせば30カウント以上続く。この局面さえだってカウンターで少々指導を決めれば暴虐が出なくなって口の方向まで持っていけるはず。皆々手向けだ。我が白馬を見せてやろう。かけよ。それでこそ寝返ってみようか。はっ、かけよ。研さんに終わりはない。ちゃんと車輪で使えた。視力醸成した状態で出てるから予期や暴虐の指揮がない状態で忍ぶのは大変なはず。フレームロー流派発動。三の肩ご視聴ありがとうございました。